はい、おもちゃ。今日は8回目ですね。はい。ちょっと風邪ひきやして声がガラガラしてますけど、別に生きてますから心配しない。で、私は今日は一体どっからやればいいんだい？ああ、やさかも。はい、それでは48ページの3番からやればいいのそうで。まずは英作文でしょ。読んだことがある本をもう一回読んでみると、その印象がひどく違うのに、驚くことがあると、で、そうですね。で、まずはその When we read again a book which we have once read、 これまで読んだことがある本を、もう一回読んだ。こういうとこ手抜きしないでね。その本がどんな本であるかちゃんとフィッツで書き換えればいいことだから。でかつて読んだことがあるでしょ。でかつて読んだことがある本を、ね、もう一回読み直してみると、で、で、まあ、我々びっくりすることが多いと。で、その後はまあ感情の原因だから不定していきゃいいんじゃないの。ね。で、あ。まあ、こんなふうにしてみるんじゃないの。で、to get a very different impression from what we got before。 インプレッションって単語を使うならこうだね。あれはこう to feel。 feel よりも find のがまあでもいいか。 feel very different things and then fromWhat we did before。 And did はまあフェルトにしてもいいけど、まあ印象って言葉に何も無理して取られなければ感じるでいいんでしょ。で、前に感じたのとは全く違ったことを感じるで、ね、で、それでびっくりで、いいじゃない。はい、そんな感じです。で、なんか迂闊になんか印象って言葉を使おうとして、で、結局うまくさばけない人がいるね。で、何をまあ考えていく、一つ考えていくポイントは何かって言ったら、もちろんまあ different from ってのを使うんだけど、different from を使った時に当然これは比べてるわけだから、だから何らかの形でこうしていくっていう必要がある。前後を同じ形にしましょうっていう考え方をすればいいね。だから比べてるんだから同じ形です。で、一応これはインプレッション、まあインプレッションはそのマインプレッションディファレントフロムとしてもいいし、ベリーディファレントインプレッションフロムとしてもいいし、これはまあどっちでもできるんだけど、どっちにしても比べてるんだから左右が同じになる。例えばこっち側にゲット書きゃ、こっち側にもゴット持ってくるとか、こっち側にフィール書きゃ、こっち側にフィール持ってくるとか、そういったようなことをちゃんとこう地道にやるんだよ。地道にね、それは地道にやってない人が多いのね。なんか知らないけどこう単にでフロムビフォーとかね、ビフォーだけじゃ分かんないので、そこをちゃんと書かなくちゃダメだよね。で、特にフロムを書いたりなんかしたら、これ当然さ、前置詞なんだから後ろに名詞来ないといけないでしょ。まあそんなのとかね、あとは別に難しいこと特にないでしょ。これ私英作文だと思うよ。はい、次。日本では仕事ばかりでなく楽しみのために海外旅行をすることは、多くの人にとって、ありふれた経験となっているだって。インジャパンならまだ。で、めんどくさいから開業しながら書いておく。 It is very common でいいんじゃないの。まあ経験なんていらない。
Therefore, many people. で、to、まあ、海外旅行するのは go abroad でいいと思うよ。あの、旅行って言葉にこだわる必要はない。go abroad、外国に行く。で、not only。仕事では on business だね。仕事でどっか行く。で、but also。楽しみのためには for pleasure だろ。で終わり。In Japan, it is very common for many people to go abroad not only on business but for pleasure. まあ、オールソワイルドでもいいけど。おしまい。これまた優しいよね。こんなに優しくていいのかというのばっかりですね。